スミレ子さん、15歳で新人賞を取った時は玉神堂を探しに行かなかったんですか？幼い頃の記憶さ、忘れはしないが、そもそも君と出会わなければあの店が存在するとも思わなかっただろうよ。それはそうかもしれませんね。彼女は今でも私の小説を待ってくれているだろうか。そうですね。でもフェンスの穴に尻が使える熟女が来るとは思ってないかもしれませんね。返す言葉もない。次回、夢とダンスとつくも神。ん？待て、君はなぜ私が尻を使えさせたことまで知っているんだ？